お疲れ様です。今日は10日です。今日はですね、レッスンも何も入ってなくて一応空いている日でございます。とは言いつつもですね、やることがねたんまり溜まっておりますので、やります。今日はやります。まずはね、今日やることを全部リスト化しておこうと思います。で、一個一個ねチェックをつけていって、全部終わらせるぞというね気持ちでやっていこうと思います。再びですね、デュエットっていうね、まあアプリでね、あの iPad を外部のモニター化するアプリがですね、動かなくなってしまいましたので、2画面でやっております。で、何やったら治るかっていうのもよくわかりません。ですね、まずやることをですね、フライヤーデザイン、ブラッドのツアーのやつね、そして、ホームページ更新、選択、まあ、もちろん Vlog、フグレンで、9日、あ、メルの、不明、そしていっぱいある。ざっと見て1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13個やることがありますね。ざっと同時進行でいこう。 Vlog 作りながらだな。これは先に Vlog 作っちゃうとね、時間ちょっと取られすぎちゃうんで、作りながらですねやっていきます。洗濯物やってきます。はい、洗濯やってきました。洗濯チェックしましょう。洗濯 OK。 ではね、 Vlog の続きをやっていきます。よろしくお願いします。失礼します。よし、名古屋が1個決まりました。この日はクリニックをやって、その後ライブですね。はい、結構タイトですけども、1日2つ、で8もこれライブですね。よし、ちょっと休憩、なんか食べよう、なんか食べます。ちょっと休憩。Okay, I'm free and also Brad is free. Good, sure, yeah. Fantastic. All right, and thanks, man. Yep, bye bye. よし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 。結構決まってきましたよ。ちょっとアルバートに確認しよう。よし、アルバートにもメッセージ送ったから。
これでほぼ決まりだよね。で動画ももう終わりました。ラップした、アップします。どうしましょう、Vlog できた、フーグレン OK、 これがな、そうだな、はい、一旦ですね作業を中断して、まあ、霧のいいところまで進んだので庭の湯さんにね行こうかなと思います。まあ今日休みだからね、やんなきゃいけないことはまだまだいっぱいありますけども、まあ、Vlog も終わったし、ちょっとこの辺で気分転換にね、お風呂行きましょう、サウナやりましょう。雷、今日これから雨なの？洗濯物を干しちゃったんだけど、あれ？やってる？やってるよね、よかった。はい、庭の湯さん到着しました。庭の湯さんはね、6時以降は1200円ぐらいで入れます。1300円とか。行ってきます。行ってきました。最高です、相変わらず最高です。ではね、戻って作業の続きやっていきたいと思います。戻ります。はい、帰ってきましたが雨にやられております。まあ今日はね休日だったのでだいぶねのんびりしてましたけど、まあ作業はねある程度進んだし、まあ日頃のね疲れをね癒したなっていう感じがします。最終的に雨にやられてますけどね、すごいなこの雨。洗濯物干してきちゃったよ。では今日この辺で終わります。お疲れ様でした。また明日。